ははいこんばんば、えー、本日この回はですね小池百合子さんですね、えー、小池東京都知事のですね、えー、この政治的な勢いがですねいよいよ止まりつつあるということをですね、えー、これは見てみたいと思います。えー、小池さんはねその政治家人生においてもうずっとね特に選挙が強いということでまあ、快進撃をね続けてきたわけなんですね。うん まあ小池さんはとにかくねあの、まあ、大衆にこび,るこ,とこびることがうまいというかですねもうとにかくキャッチフレーズ政治ですねそれ一筋でやってきたわけなんですねでいよいよそれがですねまあ何て言うかなもういよいよストップがかかってきたということですね、うん、そしてまああのー、この <laughs> 学歴詐称問題ですね。それがいよいよもうのっぴきならないところにまで追い詰められてきつつあるということですね。えー、それでですね、21日、つまり昨日ですね、昨日投開票が行われた東京のこの目黒区長選ですね。この目黒区長選に小池さん自身が押したですね、元東京都議ですね。この人はね、負けたんですね。負けました。えー、ということで、 選挙に強いということで小池さんはね連戦連勝だったんですねまあ東京の選挙においてはですよところが、えー、それがですねここに来て、えー、昨日それにストップがかった止まったということなんですねうんまあこれはねもう明らかに小池さんのね、えー、この学歴詐称問題これがね一番大きく響いていると思うんですねというわけでこの <laughs> これから小池さんんをめぐるでですすね、ね。選挙というのは続くんです、ね、まずね、28日ですね、えー、これ衆議院のこれ3つの補選がありますね。そのうち東京1 0区の補選ですね、ここではね、小池さんが推している都民ファーストのね、乙武さんですね、これが出ていますよね。で乙竹さんもね、えーまあ、ものすごく有名で。 そしてね、小池さんのですね、これまでの勢いからすれば、もう当選は間違いないんじゃないかというふうにも見られていたんだけども、えー、今ね、とにかく各種世論調査では、もうとにかく乙武さんは全然ダメということで、野党側ですね、立憲民主であるとか、日本共産党であるとかですね、それが推している酒、えー、井夏実さんがですね、これもトップを走っている状態なんですね。 大倉、えー、さんは多分ね、もう難しいと思いますね、これね。うん。相当なウル,ウルトラシーでもない限りですね、難しいと思いますね。それからですね、その小池,小池さん自身の7月のですね、東京都知事選ですね。東京都知事選、えー。これもね、相当黄色信号出てきたと思うんですね。うん。まずね、えー、このね、学歴詐称問題で、 えー、この東京都知事選でね選挙候補っていうのを当ててですねそしてその中で小池さんの経歴を記さなければいけないんですねそこにカイロ大学卒業というふうに今までと同じように記せばですね、えー、これは小島敏夫さんというね え今小池さんをね文藝春秋でえ告発しているね学歴詐称で告発している小島さん元側近ですねこの人がいよいよ刑事告発するとおということをね明言しているんですね。なのでねこれはねあの東京地検特捜部がねえに告発するでしょうからえこれを受けてね動くかどうかということですね。 そしてさらに、えー、これであの岸田さんがですねこの人はね岸田さんという人は何やるかわからないというね、えー、人でもありますので6月のですね通常国会のですね最終盤に解散総選挙これに打って出るということもですね推測も出ているんですねなのでこの時に小池さんは、えー、じゃあね、えー、ここで、えー、風向きを変えるために 国政に戻ろうかしらみたいなですねそんなことを考えて出る可能性もなくはないですよねうんでもこの時でもねやっぱりね選挙候補はあるわけですよえそこでねカイロ大学卒業というふうに記せば同じように小島さんはえ刑事告発するわけですよねまあここがどうなるかですよねうんなので小池さんはですね非常にね今ねあの切羽詰まったねところにあると思うんですね うんね、そういう状況だと思います。ね、まあこれでいよいよですね小池さんも、えー、政治家人生終わりかと,というようなこともね、まあ、推測されるわけなんですよね。うんねまあ、しかしそうなるとですよ、ね、もしね小池さんが政治家人生終わっちゃうとですよこれはね、あのー、これまではね 小池さんは一応東京都知事というこ,とで、ね、これエジプトのね軍事独裁政権から見たらこの小池さんという人はこの岸田首相と並んでですね、まあ、日本を代表するような政治家の顔だったんですよね。それがね、まあ、政治家人生終わりということになればもうねこれまでエジプトの政権それからねその政権の支配下にある国立カイロ大学ですね もう小池さんをね、かばう、かばうね、意味がなくなっちゃうんですよね。別にかばわなくてもいいやということでね、ね、えー。ということであれば、もうカイロ大学がね、自らね、いや、実は卒業していないんだというようなことをね、えー、言い出すね、可能性さえね、出てくるわけですよ、ねうん。つまり小池さんはね、権力にしがみついていないと、これ、嘘はね、あのー、すぐね、えー、ばらされてしまうというね、 そういうような恐れを、恐れをね、抱いてるんですよ。ね。なので僕はね、ここでね、小池さんにね、提案したいんですね。小池さんにね、うん、小池さん、今のうちに、正直に、ね、実は卒業していないんです、とね、喋っておいた方がいいと思いますよ。ね。うん。まあ、そのね、反動はね、大きいと思いますけども。ね。うん。だけどね、 とにかく政治家が終わった後に、これはね、相当暴露されてね、批判されると思いますね。うん、まずね、えー、っとね、この目黒区長選ですね、このことをちょっとね、振り返ってね、えー、見たいと思うんですけどもね、これね、えー、っと、今日22日のですね、産経新聞がね、この記事を出してるんですよね。うん、えー、っとね、見出しがね、小池百合子知事。 都内首長選の連勝ストップ目黒で支援候補を敗北今後の戦略に影響かっていうね、うん、まあこれ率直なねこれ基 <laughs> 地ですよね、うん、でね目黒区長選というのはね目黒区長選ね、えー、これはね、えー、都民ファーストの会であるとかあるいは国民民主なんかが推していた伊藤優さんという人ですね、うん、これがね、まあ、小池さんが推し,推していたね、えー、人ですよ伊藤優さんね それからあの現職でねこの、まあ、6選っていうねこれ多選批判がものすごくあるんだけども、えー、その6選のねを目指した青木英二さんっていうねあの区長がいるんですよまあその他にですね自民党であるとか立憲民主党であるとかね、えー、全部で5人立ったんですよねうん5人立ってで小池さんはですねこの目黒区区目黒区長選のね最中にこの支援しているね 伊藤優さんともにですね、もうね、再三ねあの、いろんなところにね、目黒出ていたんですよ。ね、あこれはね、えーっとえー、学芸大学であるとかね、目黒区のですね、あ自由学校にも行ったのかな、ちょっと,よちょっと、ね、その辺はね、うん、具体的にはちょっとよくわかりませんけどもね、あまあ、そこでね、目黒には3つの名物があります。目黒の桜。 目黒のさんま、そして伊藤雄太、とかね、得意のキャッチフレ,フレーズでね、持ち上げたりしたんだけども、やっぱりね、及ばなかったということなんですよね。うん。ね。ねというわけでね、小池さんはね、今までは、この都内のね、首長選でですね、敵なし状態だったんですよ、ねまあ。もちろん東京都知事でもありますからね。うん。でね、これ振り返ってみるとね、 えー、元の都民ファーストの都議ね、えー、これを千代田区長にしてねっ、うん、千代田区長ですね、えー、それから <laughs>、えー、これはね、えー、江東区長ですねそれから八王子市長ですねこれをね、あのー、小池さんが応援して、えー、それぞれのね、えー、職につけたわけですよ、ねうん、そしてね江東区長選と 八王子市長選ではね自民党と公明党とともに一緒に候補者を応援したわけですよ。ねうん、なので、これ自民党にとってはですね、小池さんにね、借りができたわけですよね。うん、つまり、このね、えーえー、裏金脱税事件でですね、ものすごい逆風じゃないですか、自民党はね。えそこで小池さんのね、えー、応援をもらったんで、もうね、 えー、江東区長選と八王子市長選で、えー、逆転して、えー、当選することができたと,というような流れなんですよ。ね、特に八王子市長選の場合はね、えー、これ萩生田萩生田さんですね、えー、バーベキューさんのねあ、まあ、なんていうかな、地盤ですからね、もうこれはね、バーベキュー萩生田さん喜んじゃってですね、ねそれ以来、えー、小池さんとですね、この、もうなんていうかな、 えー、水面下の盟友状態みたいなねそんなようなことをずっと言われてるわけですよ。ね、で小池さんがね自民党に戻ってきた暁には萩生田さんがね、えー、そのバックについてですね支援するんじゃないかと,というようなことはね随分ねあの推測されてましたよね,、うん、ね。そんなような状態なんですよ。ところが昨日あった目黒区長選でですね ね、もう全然ですね勢いがなくてあのー、勢いがなくてまあ小池さんは負けてしまったとね、うん、でね目黒区長選というのはさっきもちょっと言いましたようにね自民党自民党系のね候補は別にいるわけですよ別にいたわけですよね、うん、なのでやっぱりね小池さん,うーんといってもですね自民党 それから公明投票ですね。これがなければ、やっぱりね、えー、負けてしまうんだというようなねことがね、分かったんですよ。小池さんはね、別にオールマイティーではないということですね、うん。そんなようなことなんですよ。ねうんね、そして、えー、今後ですね、そのがね、えー、まずね、最も注目されるのは、ね、 4月28日に迫った東京・中国のね補選ですよね、うん。ここでね、とにかくこれまでは圧倒的な強さを誇っていた、ね、東京では圧倒的な強さを誇っていた小池さんと、それから知名度抜群の乙武さん,、ねうん、これがねタッグを組んだということで、もうこれはね、もう一時はですね、もう,かもうこ,れこれで決まりだというふうに思われていたわけですよ。ね、うん 自民党と公明党もここに乗っかるということで、も、ま、う、あ、これ完璧だろうというふうに見られていたわけですよね、うん。見られていた。ところが、全然そうじゃなかったんですよ。やっぱりね、これね、厳しいですね、これね。うん、えっ、ー、とね、今月、4月の、ね、10日11日にですね、この各州のです、ね、情勢調査が出たんですよ。 えー、これはね政党の、政党の情勢調査ですね、自民党、公明党、日本維新の会のね、うん、情勢調査が出たんですよ。でね、自民党の調査ではですね、なんと、立憲民主党の酒井夏実さんが、えー、これはね、18ポイントもリードしちゃったんですよ。ね、18ポイントもリード。で、お届けさんはなんと3番手というね、状態なんですよね。 うんね、で公明党の調査ではえー、っと酒井なずみさん13ポイントに対して乙武さん 10, 10ポイントということだったんですよね。うん、そして維新の調査では酒井さん15.6 15. ポイントに対して乙武さん7.5ポイントだったんですよ。ねうん、だけども この調査ではですね共産党のね小堤さんっていうその時はですねまだあのなんていうかな立候補して、えー、名乗りを上げていたんですよね、うん、でこの小堤さんがですねその後、えー、立憲民主党にねあのなんていうかな、まあ、この候補を取り下げてそして立憲民主党に一本化するというふうなですね動きをしたんですよねうんなのでこの今の調査よりも さらにこの差が広が広っているとこの酒井さんとねそれから乙武さんの間ですねそういう状況なんですよ。ね。うんそういう状況なんでこれはね、えー、もうねもう勝負ありということなんですね。うん、だからこれ乙武さんがですねよほどねウルトラ C の動きを見せない限り、えー、これ厳しいということですね。うん 乙武さんもさることながらですね、えー、これ堺井夏実さんですねこれで追っているのがですね維新なんですよね維新ね、うん、そうすると維新がですね何かこのウルトラシー的なね動きを見せれば、えー、これ逆転はね、まあ、不可能じゃないわけですよねうんなのでね例えば えー、維新が急遽自民党とね自民党の支持をですね、まあ、水面下で取り付けるということで、えー、自民投票がごっそりくれば、えー、これは逆転は不可能ではないんですよねだからその辺の動きがですねこれから最終盤にかけて何か水面下で動きがあるのかどうかというところですよねまあ今のところねあのその動きはないようですけどもこれがどういうふうに出るかね、うん で音さんはねもう難しいと思いますね。もう難しいです。うん、というのはね、えー、これはね、えー、やっぱりね、お届さんを推している小池百合子さんのこの学歴詐称問題ですね。これがやっぱりね、どん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 ね、重くなって、重くなってますね。うん、なので、これはね、逆転は難しいと思いますね。うん、そしてさらにね、 この乙崎さんについては、えー、これはね、まあえーえー、前にね、えー、週刊新潮がねすっぱ抜いた、まあ、ごまた不倫という、ねえー、ことが問題になってですね、えー、そしてこれがですね、えー、公明党の母体のね、創価学会のこの婦人部ですね、うんえー、この婦人部はねもうこういうのこれをねものすごく嫌ってるわけですよね。 うん、これが創価学会なんで強いかというとねこの婦人部がねすごく強いんですよね。うん、これはねまあなんていうかなこの世の中でタダで動くのは風と創価学会員だけというふうにねまあ、そんなような何て言うかな選挙のですね裏で言われてるね言葉があってですねそのねただで動く創価学会婦人部がですね今回はもう癌として動かない。 乙竹さんにはね。というようなことで公明党がまず支持をしなかった。ね、そして、えー、次に自民党もやはり支持をしなかったということですね。うん、というわけで乙竹さんを、ね、推薦している、えー、政党というのはねこれは、まあ、もちろん都民ファーストはそうですけども国政政党ではね国民民主党だけだっただけということなんですね。うん、ということはね あの最初考えていたようなこの盤石の選挙体制ってのは全然できなかったわけなんですよ。ねうんね、でそこに加えて小池さんの学歴詐称疑惑が大きく再燃してきた、ねうんえー。これ2020年ですね前回のね東京都知事選の直前にですね中日エジプト大使館のホームページホームページじゃない中日エジプト大使館のフェイスブックにですね えー、これはねカイロ大学学長の声明が載ったんですよね。うんえー、小池さんはねちゃんと、えー、カイロ大学を卒業してますよというような意,意味合いのね、うん、ところがこの元の側近がそれをね全部暴露しちゃってですねその内幕をね実はこれ小池さんが自ら捏造したんだっていう話ですよ早い話がね <laughs> 小池さんが自ら捏造したっていう話ですからね、うん、これはもうね救いようがないですよね救いようがない。 なんでそこまでするんだっていう話じゃないですか。ね。うん。<laughs> というようなことで、そこまで暴露されちゃったらもうね、えー、小池さんとしては達成がないし、ね、うん。小池さんの応援を受けてもね、全然ね、これ響かないですよね。うん。そんなような状況なんですね。うん。そんな状況なんです。 まあそしてねこの補選のことをちょっとね,いやいやいやねちょっと言えばですね、えー、これはね、えー、あとね長崎ですね長崎はねこれ自民党はねもう立てられなかったわけですよね。うん、でもう一つはこの島根一区ですよね。で島根一区はねこれもう保守の牙城なんだけども今回は全然ダメなんですよね。 もちろん脱税裏金事件がありですね。それからね、この島根育というのは、細田博之ね、前衆議院議長ですね。まあこの人をね、細田さんが亡くなったことで行われるわけなんですよ。で、この細田さんのね、評判が良くないんですよね。うん、細田さんね。うん、これはね、生前杯いろいろありましたよね、うん。まあ最後の方っていうかな、うん、晩節を怪我したっていうかね、 そういう感じでしたよね。まあ、そうあの <laughs> 統一教会の問題であるとかね。うん、ねそれからねあの女性記者に対するセクハラの問題であるとかね。まあ、そういうことがね、いろいろ報じられましたのでね。うん、これ人気ないんですよね、うん。人気ないんですよ。なので、これはね、えー、やっぱりね、野党側の方がね勝つだろうと。 いいうねねね、えー、この調査が、ねえー、出ているんですよ、ね、そうなると、これ、参戦全敗ですからね、岸田さんね。うん、そうなると、これ、岸田さんとしてはね、うん、とにかくね、非常にまずいんで、とにかく岸田降ろしが始まることはね、十分想像されますのでね。うん、なので、これはね、とにかく、この島根行くだけはなんとしても勝てというね、これはまあ指令が飛んでるわけなんですよね。うん で、この島根一区で、そういうふうにですね、えー、見事勝てば、ね、勝てば、えーま、これは一応ね、ま、勝ったということで、ねえー、岸田さんとしてはね、なんと、ねえーえー、この今国会のですね開催中にね、6月、解散・総選挙を打つんじゃないかと、というようなことが言われてるわけなんですよ。ね まあ本当に岸田さんという人はね、何をやるかわからない人ですからね、うん、なんていうかな、非常にね、この視野の狭い人ですからね、うん、まあ、ただそれだけでね、解散・総選挙を打ってね、なんとかなるんじゃないかとね、思ってるぐらいの人ですからね、ね非常に視野が狭い。なので、これ、解散・総選挙打って出る可能性はね、なくはないんですよ、なくはない。ねうん、まあこのあたりわかる人はね、誰もいませんけどね。うん そんんなななよような状況なんですよね,、うん、ねそしてそういう解散・総選挙ね6月に打って出ればですねこれはもしかすると、えー、小池さんがそっちをそちらのですね、えー国,政えー、国政選挙衆議院選挙の方に衆議院選挙の方にですね、えー、これはね、えー、また出てくるんじゃないかと,というようなこともね推測されるわけなんですよ。 ね、というのはこれはね <laughs> あの今学歴差問題が、ね、大きく再燃してますよね、うん、でそれをなんとかですねこの振り切るには振り切ってそしてそこからねその話から脱するためにはやっぱりこれはね <laughs>、えー、国政に戻ってね、うん、そして一気に、えー、自民党の中枢の方に行くとそういう動きをすれば 振り切れるんじゃないかということも考えられるわけなんですよね、うん、なのでそういう推測がねやっぱり出ているんですね、うん、ねこれはね今のところわかりませんね、えー、どう出るかわかりませんね、うん、やっぱりね予定通り都知事選の方に出るのかどうかですね、うん、<laughs> これはね今のところわかりませんね ただね、このね、学歴詐称問題ですけどもね、うん、これね、学歴詐称問題、えー、これこの前もね、一度紹介したことがあるんですけども、えー、これはね、えー、同じね、エジプトのね、カイロアメリカン大学を卒業した黒木亮さんというね、ジャーナリストがいるんですよね。うん、でこの人がね、えー、これ JB プレスというね、サイトの方でですね、 何回かね、6回だったかな、7回だったかな、えー、まあ連載、長期連載っていうかな、うん、えー、っとね、小池さんのこのカイロ大学卒業のね、えー、これは審議というですね、本当に卒業したのかということについて、えー、追求する連載,連載記事をね、出していたんですよ。ね、これ実際にカイロにですね、あの改めて取材に行って、 いいろろね、その実態について調べてですねそして追及するね、えー、そういうね、えー、記事を出していたんですよ。ねでその中でねその中でこれね、えー、みんなねこの観点ね忘れているんだけども,もう忘れてるっていうかな、あのー、あまり重要視していないね点なんだけども小池さんね、えー、卒業したということも嘘なんだけども ね嘘なんだけどもまずねカエロ大学学にどううやって入学したんだという話ですよね、うん、これまずねあのー、まあなんていうかなうん我々ね、えー、日本に住んでいるとですねちょっとピンとこないというかね、うんえー、なんていうかっていうとやっぱり日本の大学って結構ね、まあ、厳密じゃないですかね、うん、まあ今ね栄養栄養のね入学とかね そういうね道というかなそういうこともありますけどもね推薦、まあ、入学とかそういうのもありますけどもえー、これ大体厳密にね入学試験受けてそしてまあ入る人がほとんどじゃないですかねうんじゃあそのカイロ大学っていうのは一体どうなってるんだということですよねうんねそしてねえー、これね小池さんについてはね えこの「女帝小池百合子」ですねこの石井太鼓さんの本ですけどもね、まあ、これでね、まあ、明らかになっているんだけども小池さんが入学したのはですねカイロ大学入学したのは、えー、1973年の10月なんですよね。うん、でこれはね、えー、2年生への編入なんですよ2年生への編入ね。うん、えー、っとねこれはね えっと、えー、まあこの本によればですねこの本によればね、うん、これ小池さん自身がですねその時ね自分でね喋ってるんですよ自分で喋ってるどういうことかというとね小池さんのお父さんですねこれ小池裕次郎さんという人なんだけどもこの人がね、えー、当時ですね、えー、エジプトの副首相であった ハーテムさんという人ですね。この人に頼んで、えー、特別にね特別にカイロ大学に入れてもらったって言うんですよ。ね、二年生に、えー、編入させてもらったって言うんですよね。うん。で、どういう風うにしてですね、編入させてもらったかというと、えー、小池さんはね、この日本にいる時、関西学院大学ですね、ここに数ヶ月間通っていたんですよ。ね、その数ヶ月間とそれからあと カイロに行ってからはカイロアメリカン大学のですね、えー、これ語学学校みたいなところに数か月間ね、えー、通っていたんですよでこれを合わせてですねそして1年とみなしてくれたとということなんですよね、うん、でこれねあのー、大変ですね異例なことなんですよ異例なことねうん まずね、このカイロ大学ではねそういうことはね本来認められてないんですよ認められてないんですよね、うん、えー、っとね途中でね同じようにこう例えば2年生から編入するね。そのためにはこのエジプトのですねこの国立大学のカリキュラムってのがあるんですよね、うん、それと同等の内容そして時間数で、ね、そして他の大学で えー、その単位をちゃんと取得してるつまり1年生の単位を取得してると。それであれば、あのー、これはね、カイロ大学の2年生に編入ということもありうる。ね。うん、でそのサイドもやっぱり一定以上の成績を取ってないと、ダメだっていうんですよ。そのぐらい厳しいんですよ。ね。これはね、えー、黒木亮さんがカイロ大学行ってですね、セントラル・トランスファーズ・オフィス、オフィスですか。 中央編入事務所っていうのかなえそこで確認を取ったことなんですよ。ね。うん。というようなことでね、えー、これはまずね、えー、小池さんの2年生編入っての、ね、は非常に珍しいですね。で、珍しいどころか、ね。珍しいどころかですよ。まず、関西学院大学の数ヶ月間、これ、日本の大学じゃないですか。ね。で、カイロ大学、さ今ね、説明したように、 カイロ大学に編入するためには、えー、エジプトの国立大学ね国立大学でカイロ大学と同じカリキュラムじゃなきゃダメなんですよということは関西学院大学の数ヶ月間ってのは意味ないんですよ、ねうん、カイロ大学のカリキュラムじゃないんでね、うん、それが一つそれからもう一つはこのカイロアメリカン大学の、えー、このね語学学校というところで数ヶ月 ね、通ったということなんだけども、これね、語学学校なんですよ。語学が語学学校。初詮まあ初と言っちゃお申し訳ないんだけどもね。うん、要するに、カイロアメリカン大学ではないんですよ。そこが経営する語学学校なんですよ。なので、全然違うんですよ。全然違う。ね。うん、それが一つ。それからカイロアメリカン大学、カイロ大学とは違うカリキュラムなんですよね。うん。なので、 20、30、40の意味で、えー、小池さんは2年生に、カール大学の2年生に編入する資格がないんですよ。資格がない。ところが、これはさっきね、説明したように、えー、当時エジプトのね、ハーテムっていうですね、エジプトの副首相、まあ、副首相って言います、言うわけですからね、相当偉いですよね。しかも軍事独裁政権ですからね。うん、それの特別な ことなんですよ、ね、ここをまずねあの頭に入れておかなければいけないんですよ。ねうんね、これがねあのまずはね、えー、入学からしてですね全然問題にならないんですよ。問題にならない。ねうん、これもね,こ,れねこの前も紹介したんだけどもハーテムさんっていうねハーテム副首相というのをね えー、この人は、えー、ね、えー、1952年の、ね、エジプト革命ってあったんですよね。まあ、この時ね、ナセルですよ。ね,、うん、ねこれは当時、ね、ものすごい、ね、世界的に国際的に有名になりましたよね。ナセル。ねうんえー、この人はね、えー、当時の王政を、ね、打倒するクーデターを起こしたわけですよ。ね、エジプト革命。 ナセ,ルナセルがですね、大統領になったんですよね。そこにね、参加していたんですよ、ハーテムがね。その時からもうね、相当、なんていうかな、まあ、中心メンバーなんですよね、うんうん。中心メンバー、メンバーなんですよ。ね。うん、そしてね、えー、この人はね、えー、大統領府のね、副大臣であるとかね、ラジオテレビ担当国務大臣であるとか、文化省であるとかね、 副首相兼文化情報賞とかねまあそういうことをずっと歴任してるんですよ。ね、あ歴任してるんですよね。ねそしてねえー、っとこのね、えー、小池さんのねお父さんの小池裕次郎さんをね中曽根さんとね中曽根康弘さんとね好意、まあ、にしていたわけですよ。ね うん、そして、えー、これはね、えー、このハーテムのですねハーテムの電気にもね,ねアラビア語の電気にもねそのことがねちゃんと書かれているんですよ、ねうん。こういうふうに書かれてるんですよ。えー、ハーテム氏は、えー、中,曽氏中曽根康弘氏と1954年以来親交があり中曽根氏から友人の娘であるとして当時学生だった 小池由利子氏を紹介され面倒を見ていたこと、小池氏がハーテム氏をゴッド,ッドファーザーとかゴッドファーザーとか心の父と呼んでいたこと、小池氏に毎月十四エジプトポンドの小遣いをやっていたことなどが記されているって言うんですよね。ああね、まあこれだからもうこれはもう完璧なんですよね。小池さんのカイロ大学の二年生編入というのはもう全部規則外れルール破りなんですよ。 ルール破りなんだけどもねこれは小池裕次郎さんそれから中曽根さんそのかつてでこのハーテム副首相ですね、えー、ここのですね特別な強力なコネによってようやく入学することができたということなんですよねああそういうことなんですよねうんねもうとにかくね当時ね 当時、この1976年というのはね、まあ、これもね、まあ、すごく有名なんだけども、サダト大統領という人だったんですよね。サダト大統領ですね。この人はね、最後は暗殺されたわけなんですけどもね。で、この暗殺されたね、サダト大統領ですね。そのことをですね、えー、その、まあ、政治をですね、追求した本もあるんですよ。ね。で、それによるとですね、 もうとにかく、サラド大統領自身がですね。いろんな不正を不正をやっていたんですよね。うんね、とんでもない不正というのはね。このカイロ博物館とかね。うん、それからあの政府の古代局のですね。保管室からですね。この古代美術品とか服装品ですね。これ、エジプト文明ってこれね。マナティクな,な人類の宝じゃないですかね。うん。 まあピラミッドとかね、スフィンクスとかいろいろありますけどもね、この古代美術ってのはね、まあね、この美術の教科書にもいっぱい出てきますよね。うん、それから副葬品ですね、それを大量に持ち出して、えー、外国のね、政治家なんかにプレゼントしていたっていうんですよ。<laughs> ね。<laughs> これはとんでもないことじゃないですか。ね。うん、とんでもないことだと思いますよ。ね。 でこんなようなね国ですから、まあ国っていうとね、ちょっと申し訳ないんだけども、まあ、サラトエジプト大統領はね、自らね、えー、この古代のですね、まさにこのエジプトのこの宝ですよね。うんえー、これをね、まあ、海外のですね、政治家なんかにね、まあ、送っていたわけですよ、ねうん。そういう国ですからね。うん、とにかく小池百合子さんのね、 このカイ,ロ大学がカイロ大学から出ている卒業証書とか卒業証明書という証明書というのは、ね、これはもうカイロ大学自らがもうねあの発行してるんですよ。要するに偽の証書偽の証明書ね。ね、うん。これは同じように黒木さんがですねカイロに行って、えー、取材したんですよ。ね。そうしたらそのことについてカイロ大学関係者で否定する人はいなかったということなんですよ。 でそういうね証言がいっぱい出てきてるわけですよ。ね、あなのでね小池さんは今一生懸命ね,ね自分が卒業したことについては、ね、カイロ大学しか証明する権限はありません。そのカイロ大学が卒業証書卒業証明書をちゃんと出していますとか言ってんだけどもそれ自体がもう偽物なんだっていうことですよ。ねあ そんなようなことなんですよね。うん。そんなようなことなんですよ。ね。うーん。ね。うーん。そんなようなことなんですよね。うんねうんそんなようなことなんですよねうんまあ、そしてね、えー、っと、このハーテムさんとね、とにかく小池百合子さんは、 えー、このハーテムさんにとにかくねもう世話になりっぱなしだったわけですよ。ね、うん。世話になりっぱなしだったわけですよね。なのでこれ個人的にもねものすごくつながりがあって、えー、これ2011年にねエジプト革命が起きるわけですよ。ね。うん、まあ民主主義を目指してっていうかなそういう革命が起きるわけですけどもこの時ねこの小池百合子さんはこのハーテムさんに電話をかけてきたと。ね。うん そしてさらにスケジュールを調整して回路に立ち寄ったということなんですよ。そしてさらに、えー、これね小池裕次郎さんがですね,ね小池裕次郎さんがこれ2013年に亡くなったんだけどもその時にねこのハーテムさんの息子さんかなそれがね、あのー、裕次郎さんに会いに来てるんですよ。そして、えー、これはね <laughs> えっと今度は2015年にこのハーテムさんが亡くなった時はですね亡くなった時は、えー、これはね、えー、このハーテムさんの息子さんがですねその2年後に小池百合子さんの家を訪問してきたとというようなことなんですよものすごいね親密な関係なんですよね、うん、親密な関係なんですよ、ね、あまあそれもやっぱりねまあそのはずというかな まあ小池さんとしてはね、とにかくこのハーテムさんにね、えー、さっき紹介したようにね、カイロ大学の入学からね、それから偽の卒業証明書をね、えー、与え,られ,与えら,れられるぐらいね、それぐらいお世話になってるわけですよ。ねうん、そして小池さんは小池さんでね、えー、この東京都民の税金を使ってね、えー、何度もエジプトに訪れたりね、いろいろしているわけですよ。ねうん、10人ぐらいね、引き連れて。 訪れたりしてるわけですよ、ねうん、そしてエジ,プトエジプト政府にとってもねこの日本からのこの資金というのは非常に重要ですからね,、うん、ね小池さんというのはねエジプト政府にとって、まあ、一つのね、まあ、日本政府の中に打ち込んだくさびみたいなねそんなようなねあのことを考えてるかもしれませんよね。うん、そんなようなことなんですよね。 うん、ねでねこの小池さんという人はねそういうふうにですねまあエジプトね、うん、エジプトカイロ大学このエジプト軍事独裁政権ですねそことこの密接なつながりがあって、ね、そして事のほかねこのエジプトをねまあ大事にしてるっていうかねまあ重要視しているわけなんですよね、うん、まあとにかくね エジプトのこの独裁政権にですねえなんかねこの機嫌を悪くねさせてしまったらね自分のですねえまさにこの卒業してないということがねばなされちゃうんじゃないかっていうねそういうこともある,あるのでねあこれ一生懸命なんですよねあで小池さんという人はねえそういうね政治スタイルなんですよねあこの自分の周辺ですね に対してはねねものすすごくやるです、ねえー、そして、ね、前も言ったんだけども自分のこのカイロ大学をね卒業していないとそしてそれをうまくごまかす、ね、お手伝いをした、まあ、側近ですね、えー、とかねそれから秘密を知っている側近とかね、えー、これに対しては、えー、ものすごく面倒を見る、ねうんうん、そういうようなことをやるんですよね。うん、なのでねこれは政治家としてはですね 政策なんかまあどうでもいいっていう感じなんですよ。はっきり言えばね。はっきり言えばそういう感じなんですよ、ね。なので、これ東京都はですね、どうもね、これ外からちょっと伺い知れないところがあるんだけども、ちょっとね、めちゃくちゃな状態になってるじゃないかっていう気もするんですよね。あ、うん、ね。これはね、えー、っと、3月18日、3月18日ですよ。ね。うん、まだね、小池さんのね、 えー、この学歴詐称問題が再燃する前ですよね。うん、3月18日,日のデイリー新潮ですけどもね。うんえー、この時ね、あのー、デイリー新潮はですね、まあ、とんでもないことをいろいろ書いているわけですよ、ねうん。どういうことかというとね、まずね、この千代田区の状態を書いてるんですよね。千代田区でね、えー、これ、関西談合事件がね、あったっていうんですよね。 うん、そしてこの千代田区長ですね、えー、これ樋口隆明さんですねこの人ね都民ファーストの副代表を務めているわけですよねその人がね苦境に立たさ,正されているというね報告をまずね書いているんですよ、ね、で樋口隆明千代田区長というとねこれはねまあ覚えている人もね多いと思うんですよね、まあ、要するに小池さんの元側近ですよねそしてこのこの 問題のねカイロ大学の学長のねこの声明ですねこれを偽造したこれを小池さんのね、えー、手足となってですねこの偽造にね、えー、手を尽くした人なんですよ。ねなので小池さんがね懸命にバックアップして千代田区長にしてやった人なんですよねところが今回ですね,ね えー、このぎ、えー、ねっね捏造したことがですね月刊文芸春秋5月号にね出るとですね、まあ、これ小池さんの指示にねよるものなのかどうかよく分かりませんけどもね取材を恐れて、えー、公務をドタキャンしてまでしてですね一時ね行方不明となっていたわけですよ、ね、そこまでやった人ですよね、うん、そしてね、えー、この完成談合をめぐってはですねこの談合事件に関与したと。 ね、えさ,れてえされていたですねえ千代田区の職員がですね自ら命を絶っちゃったんですよ。ね。うん。そしてねそのその関連の告発文書がですねえ千代田区議会に出回ったんですよね、うん。出回ったんですよ。そしてそこに書いてあったのはこう書いてあったんですよ。談合発覚による議会との関係悪化を恐れ。 最高責任者である樋口区長は、えー、副区長らと共に、えー、A 氏の変,変死自ら命をなくしたことを組織的に隠蔽したという趣旨のことをが書かれていたっていうんですよ。ね、要するにこのね、えー、樋口区長ですね千代田区長ですねこの人がね、えー、隠蔽したっていうんですよ。ねうん この自ら命を絶ったね、人がいた,いた,いたということについてですね。ねうん、そしてね、まあ、これがね、事実であれば、千代田区長はこれは、ね、大変なことになりますよね。うん、そして、えー、これ、小池さんもですねやっぱり都民ファーストの特別顧問ということで、えー、これもね、やっぱり責任をね及ぶということなんですよ。ねうん、そしてね、えー その流れでね、この小池さんというのはですね、この都庁の中でもですね、もうとんでもないね、まあ、とんでも政策、これをね、支持しているというんですよね。なので、この都庁内での反発がね、すごい強いっていうんですよ。そしてね、職員がもう疲れ果ててるっていうんですよね。疲れ果てている。ね、うん、そして、えー、これね、去年の3月にはですね、 この中堅とか若手を中心に、約20人が一斉に退職したって言うんですよ。ね。一斉に退職した。ね。でね、これでね、僕思い,思い出したんですけどもね、まあ、思い出したっていうかな、ね。これね、あのー、東京都のね、東京都庁の OB であるね、今、ジャーナリストをされてるのかな、澤、えー、明さんというね、人がいるんですよね。うん。この人がね、えー、デモクラシー・タイムズにこの前出てね、 話していたんですよねそしたらねえー、っとね今年3月ですよ今年3月に、えー、東京都庁30人退職したっていうんですよ。ね。どうですかこれ去年3月に若手、えー、中堅若手中心に20人が一斉に退職したっていうね話でしょこれ慎重の方はね。だけども澤さんの話では今年も。 さらに多くて30人退職しててるって言うんですよ、ね、しかもそれがですねまさに知事のですねまあお膝元っていうかな、えー、これ知事の相手、ね、言っているね打ち出す政策とかねそういうことをいろいろ考えなければいけないねそういう部署である政策企画局っていうんですよね政策企画局から30人今年の3月に一斉に退職したっていうんですよこれね とんでもないことですよ、これ。政策企画局というのはね、その名前からね、大体わかるじゃないですか。つまり、えー、これはね、東京都庁の要ですよ、要。要の部署ということは、これはね、えー、まさに東,東京都の職員の中でですね、やっぱりね、期待される人材がね、集められてるわけじゃないですか。 その人たちが30人一斉に辞めちゃった。辞めちゃったって言うんですよね。うん、これはねとんでもないね。あのー、非常にね。あの何、ー、て言うかな？東京都にとっては非常に不幸な事件、むしろ事件だと思いますよね。うんでね。この澤明さんによるとやっぱりね、えー、この小池さんのね、やってることを言ってることがやっぱり思いつきでですね。 ねまあ、慎重にはねとんでも政策ってね出てましたけどね、まあ、とんでも政策なんですよ要するにね、うん、なのでこんなことやってられるかというようなことなんですよねうんそんなようなことなんですよ、ね、これはね小池さんね何て言うかな、まあ、政治家の資質というかな、まあ、それでね非常に僕はマイナスの資質だと思うんですよ ねうん、まずね、あのーえー、政治っていうのはねやっぱりこの何て言うかな、まあ、行政ね、まあ、東京都都知事というのはまさに東京都庁というねこの行政のトップじゃないですかそうすると、えー、この行政のねこの職員ですね東京都庁職員これはねやっぱりやる気出させなきゃいけませんよね、うん、ところがやる気出させるどころか 30人一斉に辞めちゃった、ね、しかも去年は20人やめてる。これはね、非常にまずいですよ。非常にまずい。ね、そして、何、えー、でやめたかといえば、小池さんのね、思いつき。これをね、押し付けられるっていうんですよ。ね、これは僕はねあの、行政のトップとしては最悪だと思いますね。最悪です。ね そして小池さんが今ね、一番何考えてるかっていうとですよ。これはね、自分の学歴詐称をいかに隠すかっていうことですよ。そして隠しながら、いかに突っ走るかということですよ。ね。うん。これはね、まさにエジプトの軍事独裁政権と同じじゃないですか。ね。うん。小池さんはね、軍事とは名が付かないけどもね、まさに独裁政権ですよね。うん。これはね、非常にまずいですよね。非常にまずいです。 非常にまずいですね、うん、でしかもね、えー、一番肝心な学歴詐称ね嘘をついてずっとやってきたということですよ嘘をつき続けてきたとねそしてこの女帝小池百合子によればね1976年のですね、えー、10月10月に一旦ね日本に帰国してね、うん、そしてサラト大統領夫妻のですね、えー、この妻奥さんのですね 夫人の,おこのお通訳というかね、エスコート役というか、えそれをのためにね、父親に、えー、呼ばれて、呼び戻されて、一旦,一旦帰国したんですよね。うん、で、その時以来、ね、小池百合子さんは、えー、カイロ大学卒業という嘘をつき始めたわけなんですよ。ねうん ね、つまり1976年10月に一旦帰国するんだけども、ね、その3か月前の1976年7月には進級試験に失敗してるんですよ。不合格なんですよ。進級試験に失敗したということは4年生になってないんですよ。ということは2年生か3年生なんですよ。ね、そしたらその3か月後にですよカエル大学を卒業したという嘘をついてるというのは。 これは絶対にありえない嘘じゃないですか。ね。ところが当時の産経新聞見てください。インタビュー記事ドーンと載ってるですよ。ね。日本人女性で初めてのカイロ大学の卒業生。ね。うん。ね。これどうですかね。うん。頑張り屋さんで足の綺麗な小池百合子さんとかね。足屋の霊場でとかどうのこうのとかね。うん。 東京新聞にもね、載ってましたけど、ねあね、そしてね、えー、この小池さんがねまたちょっとね回路の方に一時戻ってきたらねこの北原桃代さんというね、人ですね北原桃代さんという,かという方この女帝小池百合子,子のですね大元をね、まあ、証言した人なんだけどもその北原さんがねえっ こういうことにしちゃったのって聞いたらね小池さんがね「うん」とか言ってるわけですよ。<laughs> ねどうですかねその「うん」と言ったあとずーっと今まできてるわけですよ。ねうん。こういうことについてどういうふうに考えるかですよね。うん、どういうふうに考えるかですよね。ねうん。これはねどうですかね。 うん、まあ例えばね今ねあのー、あそこのね止めね、うんえー、このね <laughs> 築地ですね築地ね、えー、築地のね、えー、この市場跡ですね市場跡ね、うん、これ豊洲の方に移転しましたよねであそこのね築地市場の跡地にですねこれはね えー、ものすごいねあの、まあ、東京ドームっていうかな、うんまあ、それに似たようなですねそういうものをねドーンと建てるという話これ決定しましたよねもちろんこれについてね東京東京都のですねこの政治行政ですねものすごい深くね関わっているわけですよねでね、まあ、そういうねこの行政ですね うん、そういうことに関して、まあ、小池さんはねとにかくこの都知事としてですねこの深く関わっているんだと。ね、なので、えー、この学歴詐称問題というねこれは要するにねまあ小さい問題じゃないかとそういうねビッグプロジェクトに比べればね、うん、というようなことを考える人もいるかもしれませんねね、うん、だけど、ね、別にね。 その築地市場跡それから豊洲ねそれからその市場跡にね大きいですねプロジェクトでねを展開するということについて特別小池さんのね、えー、功績っていうのはないんですよ。ね、うん、これはっきり言えば誰が誰が都知事でもですねそうせざるを得ないそういうねあの流れになっていたんですよね。うん、なっていたんですよね。うん なのでね、えー、別にそのなていうかな、小池さんの、えー、この学歴詐称問題、小さい問題やないかと、そういうことに比べれば、なんていうね、えー、考え方は、これはね、あのー、間違っているんですよ。ね。うん。それよりも、こういう明確な嘘については、これはね、日本社会は厳しく断罪しないといけないんですよ。そうしないと、ね。 さっき公職選挙法違反っていうね、話が出ましたけどもね、うん、明確な公選法違反なのに、これをね、黙認してしまうとね、もうこういうところからどん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 崩れていくんですよ、日本社会は。ねうん、なので、こういうことは絶対に許してはいけないんですよ。ねうん、絶対に許してはいけないと思います。ねうん、まあ、というようなことでね。で えー、まあちょっとね今日もね、えー、小池ゆる子さんについてねいろいろ喋ってきましたけどね、うんまあ、とりあえずね、えー、本日この回はねこの辺りで終わりたいと思いますけども,、うん、もう最後にね、えー、ちょっとだけですねコマーシャルタイムをいただきましてですねこれコロナ日本国書ですねこれはコロナ対策感染症対策は非常に重要なんですけどもねあ、えー、自民党政権の下ではね えー、科学的な知見に基づいた対策ではなくて利権に基づいた対策になってしまってるんですね、えー、なのか、ね、失敗せざるを得ないんですねそのことを書いた本ですぜひ読んで読んでいただきたいなと思いますそれから原発と日本列島ですね、えー、これはね地質学者でありながらですね同年動力炉核燃料開発事業団にね、えー、勤められたねこの著者がですね 能登半島をはじめですね日本全国の地質,地質を調べたんですねでその結果ね日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけないというね、えー、結論を得たんですね人生をかけて得た結論なんですねそのことを分かりやすく書いた本です是非読んでいただきたいなと思いますそれからこれはねアメリカのですねアメリカの新聞学の機種トミー・オレンジですね ドストエスキーあるいはヘミングウェイのですねヘミングウェイじゃない <laughs> ウィリアン・フォークナーの直径ですね、うん、そしてこれがねヘミングウェイ賞それから全米図書館賞を受賞しているね非常にねあの新しい手法を用いてしかも相当に面白い本です、えー、これ一気に読めるねそういう本です、えー、是非読んでいただきたいなと思いますそれからねこれがね え僕が関係させてもらっている5月初防新社の新刊ですけども今日本全国地方の方ではね本屋さんが少なくなってですね本を直接買えないとかあるいはアマゾンでも本を買ったことがないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、えー、そういう方はですね5月初防新社に直接ファックスなり電話なりしてきていただきたいと思います郵便、えー、振込であるとか銀行振込で対応したいと思います5月初防新社のファックス番号 電話番号は1割4の方ですぐにわかりますので、えー、ぜひですね、えー、積極的にどんどん行ってきていただきたいと思います。というわけですので、えー、本日この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。